佐賀競馬パッカルジョッキーインタビューこんにちは進行の青木里奈です佐賀競馬パッカルジョッキーインタビューこの番組は佐賀競馬所属の騎手を毎回お一人お招きしてねほりはほりお話を伺う番組です第三十二回目の今回は長田幸人騎手にお越しいただきました長田騎手よろしくお願いしますよろしくお願いしますそれでは最初に長田騎手のプロフィールをご紹介いたします 崎市は1967年2月1日生まれの52歳福岡県のご出身です1984年4月29日に佐賀競馬場でデビューされました現在の成績は10月17日現在地方競馬通算1万7585戦1786勝ですそれではいろいろとお話を伺っていきます改めてどうぞよろししくお願いいたします,お願いします 2回目の今回はですねあの皆さんに機手になったきっかけ、理由をお聞きしてるんですけれどもはい、はい、何か機手になった理由っていうのはりですかえっと小さい時に近くにあのポニーっていう小さな馬がいて、はい、それに乗ったりして遊んでいた流れで、はい、こういう職業があるということで、うん、そういうい流れになったポニーが近くにいたんですか、はいポニーが それはどなたかが飼われて触れ合って遊んでたら、はい、じゃあちょっと騎手になってみようかなとこの職業を知ったのはそのその人の息子さんが昔佐賀の騎手だったんで、うん、おーポニーを飼ってた方の息子さんがそれで騎手になられて、はい、なってみようかなと思われたわけです。はい そこから機種に、ね、じゃなるぞってなったっけどポニーとやっぱ馬ってなるともう全然違いますよね。はい、あ、違いますね。そうどどんな風にちなみに違うんですか。初心者的にちょっとわからないとこなんですけど。<laughs> まあ基本は一緒なんですけど、ただ大きさが違う。やっぱそうですよね。はいはい、見た感じも大きさはそれは分かりました。ね、大きさが違うのは。はい、でもポニー乗ったりされてたんですか。小っちゃいはいそうですね。へ、えー。 じゃあ、もうちょっと才能がもうそこから溢れ出ちゃってたのかもしれないですよね。それはわからないですけど。きっとそうですよ。<laughs> い,やい,やいや、で、それで機種になられて、実際に機種になられていかがですか、今の生活。いや、もう。もう三十五六年のるんで。はい、もう。どうですかね。もう、な、慣れですかね。もう、これが日常生活の一つみたいな。ね、はい。 もう当然の流れっていう感じですすかそうです、ね、そうですよねでも30年以上っていうことは、まあ、それから30年経ってるってことですもんねその時はおいくつぐらいの時ですかいやまだ小学校低学年ぐらいあそうなんですね<あ>じゃあもうその頃から棋士を目指して棋士人生結構長いですね,ですね目指してからは。まあ目指したのはもう小学生の終わりぐらいだったんですけど、はあ、もうそれからだいぶ長いですね。 今ちょっと小学生の方々ももしかしてこう機手になってみたいなって方もいらっしゃるかもしれないんですけどそうですねやっぱこう憧れの存在にきっとなると思いますし今は多分機種を目指されてたので憧れの機手になってるっていうのってど,どんな気持ちなんですか 考えたことないやでも騎手をやられる中でやっぱりこうレースの中での思い出もたくさんおありだと思いますがす、ね、なんだか印象に残っているレースたくさんあると思いますが唯一あげるならそうですね、まあえー、初めてダービーを勝ったマイサクセスという馬がいたんですけど、えーえー、デビューから5戦5勝で土つかずでダービーまで勝ちました。うん はあ、いやこれはすごい成績ですよね、はあ、やそのときのお気持ちというか、わくわくする、毎回のレース、ありましたかそうですね足元が弱かったんで、うん、とにかくあの2、3ヶ月にいっぺんしか使われなかったのが、はい、だんだん強くなっていってです、ね、使うたんびに、はい、では、ダービーまで勝たせてもらって、一緒に頑張ったっていう。 思い出でですすかねそうですねやっぱ強くなってきてるなっていうのを感じるもんなんですかそうですね、やっぱりレース、レースどんどんあのメンバー上がっていくんですけど、うんうん、それでもあの手応えがですね、うん、全然だんだん変わってくるんですよ。はあはあ 多分見ていらっしゃる方もそうですけど、分かっていらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんが、機種が一番やっぱり感じるんじゃないですかね、そういうの、ね、うで。そすね。そうですよね。はあ、やっぱりワクワクする気持ちも終わりでしたよね。まあそうですね。いやー、本当ね、こう聞いていらっしゃって思っていらっしゃる方々は思い出残ってるってファンの皆さんもいらっしゃると思いますが、今週も長田川機は機上予定ですが、今週注目してほしいまあいますか。いやー、まあ全場ですかね。 そうですよね。はい、<laughs> ぜひ皆さんに全場応援していただきたいと思います。それでは最後に、えー、今週のレース、そしてこれからの意気込みをお願いします。そうですね。まあもうちょっと頑張って乗ろうかなと思ってますの、はい、応援をよろしくお願いします。期待してます。はい。これからも頑張ってください。はい、というわけで、今日は永田幸人騎手にお話を伺いました。ありがとうございました。以上、佐賀競馬第32回パッカルジョッキインタビューでした。それでは皆さん、さようなら。